野村誠は、日本の政治家。ゲロ市長、ゲロ市議会議員、ゲロ町議会議員を務めた。岐阜県増田郡ゲロ町小川生まれ。中京大学法学部法律学科卒業。1983年、ゲロ町議会議員選挙に出馬し、初当選。以後6期連続で当選し、町議会議長も務める。2004年2月、ゲロ町の市町村合併により、 小議会議員を自動失職。同年3月のゲロ市議会議員選挙に出馬し、当選した。同年5月から2006年5月まで、ゲロ市議会議長を務める。2008年4月、ゲロ市長選に出馬。再選を目指した現職の山田良次ゲロ市長を破り、当選した。なお山田は2007年、同年の岐阜県議会議員選挙における対応が、ゲロ市議会で批判され、 辞職勧告決議が可決されていた。2012年4月、ゲロ市長選に再選を目指して出馬。民主党衆議院議員、犬山市長を務めた石田義弘を破り、再選を果たした。なおこのゲロ市長選に際し、現職の国土交通大臣である前田武氏が石田の指示を求める文書を、ゲロ市の建設業協会に送付していた事実が発覚し、 前田に対し公職選挙法違反の疑惑が持ち上がった。前田は2012年4月20日、参議院で、問責決議が可決され、6月の野田第二次、改造内閣発足に伴い事実上更迭された。2016年の市長選には出馬しなかった。前田国交省、16日にも、新対抗戦法違反疑惑民主からも、辞任論。ありがとうございます。